昨日は基本方針と称されるものが出ました。政府の持っている資源や権限をどう利用するのか、そのことによって感染を拡大防止するのか、基本的には皆さんにご協力をお願いをするだけで、政府の持っている権限と、そして財政なども含めた資源を使って、昨日の対処方針で新たに何かすることあったんですか。みんな厚生労働省押し付けで、政府を挙げてやっているという感覚が足りないじゃないですか。対策会議を開いて、全省庁を挙げてやっている、入国管理もある、交通機関の問題もある、これは国土交通省ですね、観光政策もある、国土交通省、観光省ですよ。で、学校に対する影響、文部科学省、入試の時期でもあります。どうしていくのか、各自治体、頭抱えてますよ。経済に対する影響、経済産業省もあるでしょうし、農業に対する影響もありますよ。そういったものを取りまとめて、万全なことをやりますと、厚生労働省に人手が足りなければ、あるいは地方の自治体、保健所などの対応で人手が足りなければ、各役所からどうやって人を出していくんだ、省庁横断ですよ。自治体にはもしかすると、総務省が温度を取って、人を出すとか、そういうことをやっていかなきゃいけないですよ。まさに答えるべきは、国民に対して安心してください、ここまでやってますよという責任があるのは、総理や官房長官じゃないですか、違いますか。しっかりと自分がそれぞれの省庁について、この感染拡大防止と、それによる社会的な影響をいかに最小化するかについて、大きな役割を持ってるんだという当事者意識を各閣僚が持っていただかなきゃいけないじゃないですか。把握する努力を最大限して、国民の皆さんが不安になっていることを自分は全部知って、それを自信を持って答えなきゃならないんだという、もっと危機意識持ってくださいよ。